皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールがマリオメーカー、今日もやっていくよ。ラストに現れる敵は誰だ？スピードランりょうさん、クリア率約 2% の42秒のクリアタイム、今回はいいねランキングから遊ばせていただいておりますが、果たしてくるくるクールはクリアできるのかな。まずいきなり詰まっていくスタイルだけど、これはまあくるくるクールのおなじみのスタイルだからあんまり気にしなくてもいいかな。そしてさようなら。これ多分うまく来ないと氷ブロックのところまで行けないようになってるんじゃないのかな。くるくるくるということで詰まっていこう。今回はいい感じじゃない？はい、こっち来て。詰まる。なんか行った？なんか行った？ OK、 とりあえず先の様子を見ていこう。多分ここはファイヤーマリオのまま来ないといけないんだろうけども、とりあえず先の様子を見るという意味では OK。 はい、お邪魔します。そうですよね。うん、ワンフレジャンプ、いや違うよね多分ね。くるくるくる、そしてここ早めにジャンプしてあげて上に飛び乗っていこう。ここでしゃがむ、そのまましゃがむ、ファイヤー、オッケー。次ここでダメージを食らっちゃうけども、落ち着いて。てかさっきよくダメージ食らわないで、あ、そっかそっか、普通の大きいマリオの状態だったのか。で、くるくるくる、こっちかな。横断乗り継ぎ、カロンを踏んで、ここもいいね、セーガンソンのコースみたい。オッケー、お邪魔します。次右からの上か、スピンって書いてあったけどどこでスピンなんだ。パウを取って、今ちょっと詰まっちゃったな。ほい、スピン、あ、どこで投げようかこれ。まあでもなんとかなるでしょう。ポット、オッケー。大事なのはノリと勢い。あれ、ファイヤー取ってないじゃん、畜生め。よいしょ。あれ、ファイヤーは、ファイヤー取ってない。あれ、ファイヤーどこ行った。本当にくるくるくるからの、落ち着いて。あ、真ん中を踏まないといけなかったのか、ファイヤー。了解了解。なんでファイヤーがないんだろうと思ったら、ジャンプして飛び越えちゃってたからか。余計なことはすんなと、そういうことですね。パウを投げて、お邪魔します。くるくるくる。ここはギリギリで踏み切っていこう。これでいいのかな？いいね、流れに乗れてる感じがする。お邪魔します。次は早めにパウ投げてみる？うん。ほい、ほい。あ、遅めの方が良かったか。これで PS1 を踏んで。OK！ ギリギリ届いた。今最後結構緊張しちゃった。初見で反応がわずかに遅れちゃったけど、なんとかクリアすることができてよかった。面白いコースでしたね。ラストに現れる敵は誰だ？クリボーさん。はい、リョウさんのスピランコースクリアすることができました。ありがとうございます。それでは次のコースを遊んでいくれ。お待たせいたしました。お次はリュカさん、バーサスゼロ、ロックマンでクッポの野望を止めよう。ゼロと戦うっていうことは X 系のロックマンなのかな。早速遊んでいきましょう。リュカさんのコース遊ぶの久しぶりだな。どうも難しいイメージがあってちょっと避けてたのが正直なところなんだけども、あ、これはいいね。ワイリー戦の前のボス選択エリア、そしてあの輪っかコインを取って戻ってこいよってことだよね。了解了解。ドク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 鳴ってますが、これでいいのかな。はいはいはい。あとは P スイッチを踏んで、あ、なるほど、ここは滑りすぎに注意か。了解了解。これで OK かな。戻れ戻れロックマン。1枚目ゲット、ありがとうございます。中間ポイントが欲しい。できれば無限中間システムが欲しいけど、そこまでの難易度ではないっていうことかな。ないっていうことは、落ち着け落ち着け、くるくるくる、いつもすぐ調子に乗ってやられるんだお前は。いいか、落ち着いて。ここだ、よし、
ここ難しくないですか、結構。次、ここの右側に。あ、そしたらもうゴリ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 。ゴリゴリがやっぱり正義だよね。どうせ、アミーボもらえるんだし、いいじゃんいいじゃん。細かいこと気にすんな。いえ、ほらほらほら。ね、うん。今みんなからの何言ってんだこいつはっていう声が聞こえたような聞こえないような気がするけども、ほい、これはこの辺、ここら辺いいんじゃない。ここのエリア簡単だね、さっきのエリアと比べると。さっきのエリアやたら難しいですよ、そう考えると。これで無事に3枚目ゲット。あと1枚、一番左側のとこお邪魔しましょう。さてこちらでロックマンを待ち受けているものはワイリーなのか、それともシグマなのか。よいしょ。あ、ここも余裕だったわ。やっぱり二つ目に入った土管、左から三つ目の土管が一番難しいですね。そろそろワイリーが待ってるんじゃないかなと思うんだけど、習慣がある、ありがとう。そして遠足コースなわけないよね。はい、あのなんだ、 P スイッチが来るまで耐えろってことかな。はい、まあ、ここにいれば大丈夫っぽいんだけど。あ、しまった。あれ、今なんで当たったんだろう。あー、そうかそうか、クッパの炎か。畜生め、途中から急にワイリーの攻撃が激しくなってくるわ。とりあえず今の時点ではクッパの炎にだけ気をつけていれば大丈夫。できるだけ距離を取るかな、ギリギリまで下がって。オッケーオッケー、この辺この辺。まず P スイッチの後に飛んでくる、飛んでくる、落ちてくる。いや、あそこに引っかかるようになってるから大丈夫か。パワーブロックを取り逃したらまずいと思ったんだけど、なんとかなるかな。来た。あ、あ、あ、いいのかな。ワイリー倒せてないけど OK っぽいんで次行こう。バイバイワイリー。そうだよね、あのパワーブロックはワイリーにぶつけられないですもんね。 OK、 これで手に入れた武器は何だろう。クッパを倒したんだから炎を吐けるようになるとか、ファイヤーマリオで十分じゃないかーい。バーサスゼロ、ロックマンでクッパの野望を止めよう。あ、さっきのゼロだったのかな、ワイリーじゃなくて。まあいいか、次のコース遊んでいける。それでは今日のラストはこちらのコースを遊んで終わりにしましょう。お手軽&爽快矢印ナビ付き50秒スピードラン、中間テスト終了おめでとうございます。中間テストの結果が非常に知りたいでございます。はい、皆さん得意な教科は何でしょうかね。まず叩いて、苦手なんだよな、オープンジャンプ。こっちでいいのかな、矢印がいっぱいやりすぎて逆にどっちに行けばいいのか今わからなくなってたけども、合ってるっぽい、合ってるっぽい。バネで弾かれてからの次スピン、そしてやられる。このね、パックの隙間入るのね、難しいんすよ本当に。うん、いいわけじゃないっすよ。赤コイン回収してからのパウ投げ、渦の締まりよ、弾かれて、ここです。決まった決まった。お、今のメットかぶったの気持ちいいですね。これは走ってるだけで OK っぽい、よかった。こっち、あった、くるくるくる、届かないやないかい。皆さんはどの科目が一番好きなんでしょうかね。まあ、文系の方、理系の方、いろいろいらっしゃると思うんですけどね。私が好きなのは古典です。古典と英語、いまだにね、なんでだかわかんないんだけど、時々古典の一節を引用してしまうことがあるんですよね。枕の草子とか割と今でもよく読みます。からの次はカウ投げ、投げる感じ。オッケー、なんか偶然うまくいったぞ。
ゃくちゃくちゃくて矢印あるよ。しまった、通り過ぎた。こっちこっちこっち、間に合って。ゴールだよね、ゴールだよね、ゴールだよね。間に合わないとか、あー危ないけど結構ギリギリになっちゃった。よかったー。2回目でクリアかな。3回目だっけ。まあいや。あなたのくるくるクールがスピランコースクリアしたよ。お手軽&爽快矢印ナビ付き50秒スピードラン中間テスト終了。次は期末テストも頑張ってくださいね。そんなわけで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録もし皆さんよろしければぜひお願いいたします。次回はあなたのコースにくるくるクール。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。